ジアルジアは、脊椎動物の長官に寄生する、原生生物の一つで、人面にも例えられる特徴的な形態をしている。宿主にもよるが、ジアルジア症を引き起こす、病原体である。分類学上は、ジアルジア属とする。ジアルジアの発見は、デーウェンフックが1681年に、自らのゲリビンを、顕微鏡観察したことに遡る。1859年になって、 ランブルがセルカモンズ族の新種として命名し詳細な報告を行ったが、間もなくこの時の命名に分類学的な問題が認識されるようになった。そこで1879年から1881年にかけてリモーファス及びメガストーマという親族が提案されたが、いずれもすでに他の動物に与えられた名前であり、命名法上の問題があった。 ようやく1888年にブランシャールがランブルの貢献を記念してランブリアという俗名を立て、これは20年以上にわたって実際に使用された。一方ジアルジアは1882年にキュンストラーがオタマジャクシから見出した寄生虫に与えた俗名である。1914年にオリークセフがランブリアとジアルジアは同族である。 すなわちランブリアはそれより6年早く命名されたジアルジアのシノニムであることを主張し、これが次第に受け入れられるようになった。ジアルジアのシストは、宿主の糞便に混ざって排出される。シストは湿った涼しい環境では、数ヶ月間感染力を維持する。シストは、経口摂取されると、十二指腸でありと分裂し、トロフォゾイトとなる。そして、腸の粘液層の下の微網に、 腹部の吸盤で付着する。これで、新しい宿主への感染が確立される。いくつかの主要な単重酸事用の存在など、腸内環境の変化により、次世代のシストが形成される。シストは、糞便と共に排出さえ、汚染された水や食事、肉体の接触により、感染が拡大する。ランブルベンモウム氏が所属する、ディプロモナスモクは、古典的な分類体系では、 動物性弁網虫砂に含めていたが、分子系統解析によれば、エクスカバータのうち、ホルニカータという系統に属している。ジアルジアの種分類はいくつかの理由で困難である。無性生殖のため、種の認定が難しい。初期の分類では宿主ごとに過剰な種が認定され、その後は、光学顕微鏡での形態分類ではにより種の数は少なすぎた。 宿主間のクロス感染実験の結果に一貫性がない。分子系統学以前には適切な利用できる特徴がなかった。ジアルジアの種は宿主ごとに40種以上に分類された。一方、サイモンは形態に基づき G ランブリアと G ミューリーズに分類した。1952年フェリスは中央固定の詳細な形態分類により G デュディノリス、G ミューリーズ、 g アゲラスの3種に分類した。現在では、形態観察や分子系統解析に基づいて、以下のように分類される。このうち、g デュディノリスには、縮子とクイ性の異なる複数の遺伝型があることが判明しており、それぞれを独立種と考える場合は、以下の通りとなる。人に寄生する g インテ e タナラスと詐欺化に寄生する g アーディとの間の遺伝的距離は、 G インテスタナラス内部の遺伝的多様性より大きい。これは、ジアルジアと宿主との間の共振化が起こったことを、裏付ける。しかし、月種類に寄生する G ミューリーズは、共振化が起こった場合に予想される G インテスタナラスに遺伝的に近いという結果にはなっておらず、G インテスタナラスと G アーディから離れている。ありがとうございます。